システム開発で炎上したときに自分だけ助かる方法炎上プロジェクトつらすぎるなんとか逃げ出したいうちの会社って炎上案件ばっかでクソすぎるな炎上さえなればエンジニアの仕事って楽しいんだけどな私はこれまでに15年ほどシステム開発の仕事をしています炎上プロジェクトに参加したこともありますが意外とひどい目には合っていません 自分だけ助かるる秘訣があるんです。詳しく紹介します。まずは炎上しないための努力をする皆さんが経験した炎上プロジェクトのことを思い浮かべてみてください。おそらくそれはあなたが途中から参加したプロジェクトではないでしょうか。私の場合、炎上プロジェクトはすべて私が途中から参加したものです。はじめから参加したプロジェクトは一つも炎上していません。 初めから参加していれば炎上しないように施施策を施せますからね。炎上しないためのポイントはスケジュールの立て方進捗が遅延した際の立て直しです無理なスケジュールは組まないまずはじめにそのプロジェクトに必要な全タスクを洗い出し多少余裕を持たせたスケジュールを組みますこの時点で納期をはみ出すようであればプロジェクトの責任者上司だったり 顧客にに正直に説明しましまょう作業ボリュームに対して納期が短すぎるので間に合わないとまともな組織であれば納期を伸ばす納期を伸ばせない場合は機能を削る簡素化するなどして工数を減らす人員を追加するいずれかの対策が取られます炎上するプロジェクトってこの当たり前のこときちんと作業を洗い出し日程を組み無理がないかの確認をしていないんです 自分がプロジェクトの初めから入った場合はこのような確認調整を必ずするので炎上することなく無事完了できました無理なスケジュールを強行する会社はすぐやめよう作業ボリュームに対して納期が短すぎるので間に合わないことを責任者に伝えてもまともな組織でない場合なんとか頑張って納期に間に合わせろと言われます 読者の方の中にもこんなセリフを言われたことが一度や二度はあるんじゃないでしょうか思いっきり精神論です。困りますよね、どうしようもありません。日程的に無理なことは分かっています。無理に強行しても炎上するに決まってます。こんな時どうすればいいかというと、私なら転職を考えます。良くなる可能性がない状況で粘っても、嫌な思いをするだけです。 実際転職するかは別にして転職を選択肢として持つことが重要なんです辞める覚悟を持てば正しいことができる日本には付き合い残業という悪しき習慣がありますよね自分だけ先に帰ると悪い気がして周りに合わせて残業するというものですそれにたくさん残業してる人を頑張っていると評価する会社もありますしかし 辞める覚悟・選択肢を持った瞬間から状況がガラリと変わります会社を辞める選択肢があれば仕事が終わっているなら帰る無理な要求は突き返すそんな当たり前の正しい対応ができますですから正しいことをするためにも辞める覚悟・選択肢を持つことが大切なんですこのチャンネルでは 聞いてるだけでプログラミング技術や IT 業界の知識が身につく内容をお届けしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。